はい、皆さんどうもこんにちは、ヨウです、今回のお一人様グルメ、こちらのね、渋谷に来ております。渋谷って感じですね。背景がとってもいい匂いがしますね。アシスタントの頃ね、よく来てて、モデルハントね、冬場寒い時とか夏場暑い時もね、一年中やってたんですけれども、休憩のたびにね、この辺のご飯屋さん入ったり、夜もう諦めてね、居酒屋さん入ったり、とってもね、思い出が詰まった街です。本当にね、すっごい来てたんだよね。毎週必ず来てたんで、本当に思い入れのあるお店が多いんですけれども、その中でね、僕が大好きな居酒屋森本さん、渋谷に店を構えてもうね、70年ぐらいだと思うんですけれども、焼き鳥屋さん、うなぎと焼き鳥が食べれる名店でございます。10月から3月はね、鴨も置いてあって、お腹の空き具合に合わせてね、 ABC コースと選べるんですけれども、4時から開店してて、結構ねすごい列ができるんですね。早めに行かないとね、ネタがなくなってしまうので、今5時なんですが、ちょっと行ってきたいと思います。では今日もお一人様で。は、森本到着いたしました。うなぎ焼き鳥、元祖つくね焼き、渋谷森本、4時から10時、日曜日はやってないですね。あとカードが使えないので現金で、では行ってきたいと思います。あ、札幌の便で、はい、お願いします。お疲れ様でした。300g で1000ロット以下、1000ロットを出さなかった理由というのは高くなるからって。1000ロットを、よいしょ、いやうまい、うまいね、最高でしたよ。もうね、ひっきりなしにお客さん来るので、ちょっとね慌てて、はい、出ました。あんまり長くいるとね、申し訳ないかなと思って出てきました。いやもうね、変わらずうまいね。たまにやっぱ来るといいっすね。渋谷の森本、ぜひね、一人で来るのが
おすすめです。マジで名店です。もうね、早めの時間に来て酒飲んでうまい焼き鳥食べて帰るっていうね、ほんとおつですね。焼き鳥がね、岩手県の南部鶏使ってるんですけど、本当にねジューシーで、あのつくねを食べてほしい。つくねがうまい。パチンコ屋さんうるさい。あれ一人でね、あれだけ食べて飲んでもだいたい3000円ぐらいかな。結構いいっすよね。もうちょっとねディープなとこ入り込んじゃいましたけれども、またね店内がね活気があって常連さんも多くて、スタッフの方もねすごく丁寧に優しい接客で、一人でね初めて入ってもなんか気負うことなく優しくね迎え入れてくれるんで入りやすいですね。ただなんかその割烹料理みたいなね、背筋がスッと伸びるような雰囲気もあるので、ぜひね一度皆さん行ってみて欲しいですね。ということで今回のお一人様グルメは渋谷の森本激アツということで、次回のね、お一人様グルメも楽しみにしていてください。それではさよなら。